第30回全国地域リーグ決勝大会は2006年11月24日から12月3日まで長崎県、高知県、埼玉県及び大分県で開催された全国地域リーグ決勝大会である13チームが3チームと4チームの4グループに分かれて総当たりの1次ラウンドを戦い各グループの上位1チームが決勝ラウンドに進出する 決勝ラウンドは4チーム総当たりによるリーグ戦を戦う。当初は1位2位チームとも日本フットボールリーグ界クラブとの入れ替え戦に進出する予定とされていたが、同年の JFL シーズン中に佐川急便東京 SC と佐川急便大阪 SC が合併することとなったため優勝チームが自動昇格2位が入れ替え戦進出となった。一時、ラウンド 決勝ラウンドとも、前後半90分で同点の場合は、PK 戦を行う、完全決着方式により行われ、試合時間内の勝者イコール3点、PK 戦による勝者イコール2点、PK 戦による敗者イコール1点、試合時間内の敗者イコール0点の要領で勝ち点を配分し、勝ち点合計、得失点差、総得点数、 当該チーム間の対戦結果の順序により順位を決定する。以上のいずれの方法でも順位が決定しない場合は1位2位を決める場合のみ順位決定戦を行う。今大会から全国社会人サッカー選手権大会の上位チームが参加できるようになった。下記の区分により選出された13チームによって行われた。 2006年度各地域リーグ優勝チーム前回、大会決勝ラウンド進出チームの所属地域より1、チーム JFL 入りを希望する、大学サッカー連盟所属より1、チーム J リーグ加盟を標榜するクラブに対する、優遇措置を承認された1チーム第42回全国社会人、サッカー選手権大会優勝チームバンディオンセコーベ、V ファジアーの岡山 FC バンディオンセコーベ V。 ノルブリッツ北海道 FC ファジャーの岡山 FCV ノルブリッツ北海道 FC ジャパンサッカーカレッジ V ホンダルミノッソサヤマ FC ジャパンサッカーカレッジ V ビファーレン長崎ホンダルミノッソサヤマ FCV ビファーレン長崎静岡 FCVFC FC ギフ FC ミオービは国札 V かまマーレ、サヌキ静岡 FCVFC FC オービは国,国札、FC ギフ V かまマーレサヌキ FC ギフ VFC 未曜日は国札静岡 FCV。鎌玉アレあれさ新日鉄大分サッカー部。VTDK サッカー部新日鉄大分サッカー部。VNPO 横浜スポーツカルチャークラブ TDK サッカー部 VNPO 横浜スポーツカルチャークラブファジアーノ岡山 FCV ビファーレン長崎 FC。ギフ VTDK サッカー部ファジアーノ岡山 FC。 VFC ギフビファーレン長崎 VTDK サッカー部ファジアの岡山 FCVTDK サッカー部ビファーレン長崎 VFC ギフありがとうございます